はい、おはようございます。今日も始まりました。阿弥陀しっ子の親子心理学コーチの、マリです。今日はね、予告もなしでちょっとゲリラみたいなライブになっちゃったんですけれども、土曜日のせっかくの時間があるのでやりたいと思います。今日のお題特に決めてなかったんですけど、今朝ね、すごく私にとって大きな気づきがあったので、それを皆さんとシェアできたら嬉しいなって思いました。はい。それは個人的に、そうですね。ちょっと、私、別のグループ、コピーライターさんがやってるグループなんですけれども、そこの世界村っていうところに入会したんですね。で、今朝になって、そこの、決起集会でもないんですけれども、皆さんの、願い事を書いて、それを焚き火にして送るっていう、行事を夏至の日にやって、それを後で録画したのを今日見ていたんですけれども、それを見ていて、ああ、私こういう世界行きたかったんだなーって改めて思ったんです。で、多分ね、皆さんもきっとそういうふうに思う瞬間ってあるんじゃないかなと思います。ここの場所にいるとなんか、楽なんだよねとか、気使わなくていいんだよねとか、なんか知ってればここ馴染むみたいな、なんかもう行っただけで馴染める場所ってあるじゃないですか。それは必ずしも場所ではなくて、人のグループだったりとか、人じゃなくて、場所だったりとか、なんか知ってる何かがあるとか、そういう理由だったりするかもしれないんですけど、で、それってすごく大事なことだなーって改めて思ったんでした。で、なんでそれが、このはみ出しっ子の親子心理学、グループで大事なのかっていうお話なんですけど、やっぱりね、子供を育てる上で、お母さんの安心感ってものすごく、本当に子供の人生に影響しているなーって感じています。私自身ですね、実は、長男を妊娠したときに、実は妊娠が分かったのと、長男を流産しかかってますっていうのと、同時にお知らせもらった人なんですね、私ね。なんか、結婚してしばらく派遣社員やってたんですけど、なんか体調悪いなっていう、いや、吐き気続くしなんだろうって言って、お医者さんに行ったら、おめでとうございます。妊娠ですって言われたのと、で、ちょっとお腹張ってますからこれ飲んでくださいねって言われて薬を出されて、薬?出産って病気じゃないのになんで薬?って思って、で、薬処方してくれる薬局屋さんの方に行ってですね、これ何のお薬なんでしょうかって聞いてみたところ、硫酸防止薬ですね。って言われてですね、硫酸しかかっとったんかい私っていう、結構衝撃を受けてたんですよね。で、実際かなりお腹が張ってとか、端末見ると気分が悪くなって、ちょっと2、3日横、2、3時間横にならないと治らなくてとかっていうのがあって、やめたんですけど、結局。流産しちゃうと嫌だったんで。で、なんだっけな、何の話をしようとしてたんだっけ。そう。で、その時にですね、かなり、もともと体、自分の健康とか自信がある人じゃなかったんで、どうやったら無事に産めるんだろうっていうのはかなり勉強したんですよ。で、とにかく無事に産みたい一心だったんですけど。で、その頃ですね、アクティブバースというのを教えている鎌倉の教室がありましてですね、そこ、母親教室なんですけど、母親教室だけど父親も参加して OK っていう教室で、で、そこを何を教えてくれたのかというと、いかにリラックスしていることが出産に役に立つのかっていうお話だったんですね。で、さらに勉強して、関連して紹介されてくれた本、紹介してもらった本とか、なんかいろいろ見るじゃないですか。で、リラックスしているかどうかで、その人の、出産の経過って全然違ってきちゃうんですよ。で、それは言ってみれば当たり前じゃないですか。だって子供が出るときだってリラックスしてるかどうかで全然違う体験になるし、相手が自分が好きな人かどうかで全然違う体験だし、産むときもそうですよね。その周りの環境が安心できるのかどうかとか、
自分が、リラックスできるのかどうかっていうところで、出産も全く違う体験になってしまうので、いや、病院だから安心できるっていうものでもないし、まあ実際ね、出産の時って、今はだいぶ変わってきたかもなんですけど、私が出産した頃はまだまだ、ベッドに横になってとか、ベッドにね、仰向けに寝るのって出産するのに向いてない体勢なんですよ、姿勢としてね。不自然なんです。本当は、うつ伏せの方がいいんですよ、ずっと。とかね、っていう話とか、かなり勉強しましたね。で、まあ、私は、まあ、そこまでこだわらなくてもよかったのかもなんですけど、まあ、成り行きもあって、長男は水中出産で産んだんですけど、それは本当にすごく素敵な体験でした。で、何がいいってね、お風呂ってあったかいし、体緩むんですよ。もともと緊張しやすい人だったので、本当に良かったですね。で、あとね、知らない人が周りにいなかったってのすごく良かったです。人数少ないし、助産院だったので。で、本当に助産師の、おばさんですね。私より30、20ぐらい上だったのかな。そのおばさんと、もう別れちゃったけど、元旦那とぐらいしかいなくてですね。で、もう、声も痛ければ痛いで、うがーとかって叫びたい放題で、なんか声出すのって、すごく気持ちがいいんですよね。発散できるんで。よく、ヒーヒーフーって呼吸法とかやるんですけど、別にやらなくても、叫びたい時に叫ぶとかやれば、別に息み方とか練習しなくてもそんなに痛くないもんだなってことも、あの時に分かりました。で、次男は全然病院で普通に産めたんですけどね。まあ、それは置いといて。で、出産に限らず、子供を育てる時に安心感っていうのは本当に大事だと思います。で、安心感って何なのかって言ったら、やっぱり信頼なんですよね。自分自身と自分の周りの環境に対する信頼があるから安心できるんだろうと思います。で、まあね、いろいろね、コロナとかね、いろいろあって、まあお仕事なんかもあるし、旦那さんのお仕事とか自分のお仕事とかいろいろ悩むこともあるので、安心できない時はもちろんあるんですけれども、心から安心できる時間を作ると、子供にとってもすごくいいことなんじゃないかなと思います。で、そうですね。やっぱ、すごくへこんだことがあった時に、子供が救いになってくれましたって語るお母さんって本当にたくさんいらっしゃると思うんですが、私にとってもそうでした。で、私も離婚して本当つらかった時っていうのは、子供と遊んでる時が一番の、なんて言うんでしょうね、癒される時間だったというか、その時間だけはもう頭、何も考えず、楽しく笑うっていうことができていて、で、多分子供も同じだったんじゃないかなって思います。子供の方も学校とか、まあ、いろいろ悩んでいることはあるわけですよね、子供なりに。なんですけど、その時間があるから救われていたっていうのは、どっちにもあったのかなって思います。でですね、そうですね。あとは、安心するのって、やっぱり、能力なんですよね。能力なの。で、やっぱりね、周りがこういう状況だから安心できないっていうのはもちろんあるんですけれども、自分の体とか心とかっていうのを観察して、あ、私こういう時に安心してるなっていうのを、よく観察してると、自分が安心するためにどこに行ったらいいのかとか、何をやったらいいのかっていうことがすごくわかります。で、それは本当に本当に、何でしょうね。満足する人生を送る上でとか、子供が、安心して育つっていう上で大事な能力なんじゃないでしょうか。で、それは育てられます。まあ、いわゆるグレーゾーンのお子さん、私の家は本当にそうだったんですけれども、すごく子供が敏感です。で、親がそんなに意図してないんだけど、いや、もうなんでこんなになっちゃったんだろうね、とか、いや、学校いつになったらいけるんだろうね、とか、そんなに悪気はなく言っただけでものすごく
傷ついちゃったりとか、で、私の方も、親の方もですね、そんなに悪気はないつもりなんだけれども、いや、それ言ったらアウトやんっていうことも、割とね、言ってしまいやすかったりするんじゃないかなって、そういう時もあるんじゃないかと思います。普通っていう言い方は変ですけれども、まあ、発達障害じゃないお子さんと、発達障害じゃない、親御さんの家庭よりは、まあ、そういうのが扱いが難しい、非常にセンシティブな部分があるかなと感じますが、でも、だからね、すごく優しい、とか、人の気持ちの機微が分かるっていう部分でもあるので、まあそういう人である、そういう繊細さんであればあるほどね、安心するってすごく難しくなっちゃう時もあるんですけど、でも逆に、ちょっとだけでもね、あ、ちょっとだけ安心できたとか、そういう変化に気がつくっていうこともできる体質なので、それはぜひ探していただけたらいいんじゃないかなって思います。はい。でですね、私が今日、一番かん安心を感じたのは、その今朝お話ししていた、そのイベントを見ているときに、ああ、この空間めっちゃええって感じたんですね。それはもう本当に録画で、私が知らない人しか映ってないっていう。や、傍から見ると、なんでそこで安心できるのっていう、結構謎な展開だったと思うんですけど。でも私の中では、ああ、昔から私がずっと探してた風景じゃん、これっていうのがあって、もう本当に嬉しかったです。で、多分、これを見てくださってる皆さんにはきっとそういう瞬間ってあるんじゃないかと思うんですよね。ああ、これあって、これ探してたの私っていう、そういう瞬間。で、やっぱそういう出会いは、大事にしていただきたいと思いますし、そういう出会いを信じてほしいと思います。信じられない時もあります。わかります。信じられない時もあるんですけど、やっぱそこで、でも、これはいつかいいことに変わるし、今はね、全然そんな風に見えなくても、いつかいいことに変わるし、これはきっと劇的などんでん返しが来るし、これはきっとものすごくいいことに変わっていくしって自分に言い聞かせてあげて信じるっていうことをやってみてください。それがあなたの、そしてお子さんの未来をもっと、明るい楽しいものに変えていく力になるんじゃないかなって思ってます。いつも応援しています。頑張ってください。さて、そうですね。よくね、人生で成長するためにはとか、人生を逆転させることとか、すごく辛い時って一生懸命私は考えましたし、多分そういうこと考える方って多いと思います。でも本当に成長する時って人は安心してるからチャレンジできるんだと思います。なので、まずチャレンジする前に自分が心から安心しているっていう状態になる方が大事なんじゃないかな、私は心から思います。で、まずご自分を全力で安心させてあげてください。そして安心してる人はね、もう全力でガンガン行ってください。それはもう普段の10倍速でも100倍速でもガンガン行けるし、きっと楽しいんじゃないかと思うので、楽しんでいただけたらと思います。でも時々ね、しんどくなって立ち止まっちゃう時は深呼吸して、ちょっとね、私、安心してるかなって。もっと安心するにはどうしたらいいかなって、ちょっと見直して、ちょっとね、そこで休んで、元気になったらまた道が見えてくるんじゃないかなって思います。では、まだお時間じゃないんですけど、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。またコメントいただけたら嬉しいです。失礼します。